反撃。反撃を。やばい。怖い。リカもちょっと今日ほんと、ギリギリのやつでやってるんで。ね、ギリギリでやってるんで。ちょっとショットの調子を戻さなあかん。反撃。迷う。右向いてます。やばい。あ、惜しい。何今の飛び方。なんかさ、滑ったね、この、なんか。めちゃくちゃ滑ってた。うん、ああ。やっちまいました、二人で。反撃とかやっといて。雨の日は、うん、気をつけることは、みんな雨降るしないかな。しないですかね。ね、やめるんだろう。止めちゃおうかな。あ、でもやることは大変だよね。でも確かに。雨好き？あ、雨好きじゃん。なんかこの間インスタにさ、雨が一番好きとか謎のこと書いて。ゴルフの天気は雨が一番好き。あ、ゴルフもなの？うん。すごい。なぜに？え、なんかちょっと自分がタイプ。叩けば OK のところありますか。はいはいはい、なるほどね。みんながそうね。そう、確かに耐えしのぐっていうね。でも雨の日のウッド系はすごい嫌。いや、やっぱボールも濡れてるし、フェイスも水の逃げ場がないからね。ああ、ゲーみたいな方向飛んでくるよね。確かに結構さ、しおちゃんなんかすごいセットスピードもあるだろうから、すごい影響しそうじゃない。もうペン、うん、いなくなる。水滴がね。うまい。おお。ね、今のは100点よ。うまい。今うまかったね。フォロー取ってからボール取った。フォロー取ってから。2回打つことだけは避けたかった。
ちゃ幅がさないね、こう来るとね。大丈夫、全然大丈夫、可愛いから。やだ、私はダメです。見せて、顔を見せてあげて、皆さんに。遠くからにしてください。ちょっと離れた。一応言うこと聞いた。あ、聞かれる。あれ、でもなんかさ、しおちゃんはさ、ここが強いよね、いい意味でね、もちろん。だからイメージ的にリカとかは結構触れる、体が、うんうんうん、もうだからすごい、そう、触れるよ、触れてるように見える感じで振っちゃうけど、うん、しほちゃんはこうコスパいい、なんていうの、コスパ、あ、コスパ、なんかその動きに対してのなんか必要なとこだけが強くて飛んでるっていう風に見えるわけ。それがめっちゃ好き。でもまあ確かに周りの人には全然振ってないね。そうじゃん、すごい言われるけど。そう、振ってるよ。あ、振ってるつもりはあるんだ。もっと振るって感じ。あ、なるほどね。だからもうさ、でもなんかいいよね、多分もうちょっと頑張って振ろうとしたらもうめちゃめちゃこう手遅れてくるぐらい。ダメな動きになっちゃうってこと、うん、虫かと思った。自分の服。そうだ、それがめっちゃかっこいいなっていつも思う、マジで。私はなんか見た目から力強い方がいい。本当？リカさんとかのバンって振ってますみたいなに見えたの？うん。めっちゃないもんネタリ同士だね、うちら。ね、そうなんだ。そう。なんか、あ、そんな振ってますけど、飛びますみたいな方がいいかな。なりたい。鬼の透かし。え、そう、鬼の透かし。もっと振れますけどね。けど今、リカさん、もうめっちゃ振って、もう。そろそろね、バーディー取りたい、マジ。わあ、ちょっと焦った、よかった。大はしゃぎ。もうそろそろフェードのイメージをやめないと右に飛んできそう。寄ってる、寄ってる。ナソン。知ってるね。うん。ラフが難しい。平行が強い。うん。なんか、すごい上っ面に当たるから、うん、今めっちゃ短く持って、うん、なんかボールだけ打つイメージ。ああ、下くぐんない。いいですか？はい。
なんか練習であるじゃないですか、うん、ドライバーみたいにこうやってティーアップしてで打つやつ、はいはい、あんなイメージで打ちました、うん、チャンスかもしれない。今日初めてバーディーパット打つかも。まともな距離5メートル以内とか。あ、でも勝者も近いね。ドキドキのパターですね。めっちゃ追ってくるやん。頑張る。緊張のパットでした。急に広いな。急に広い。倍ぐらいあるんじゃ。でもフェアウェイは狭いよ。見て。確かに。また10ヤードコース。あ、でもこうやったら、こうやったら、なんかこう落としどころがさ、ちょうど狭くなってるよね、全部。めっちゃ難しいわ。そんで、このフライヤーラフでしょ？むずいね。お腹すいた。お腹すいたよ。ほら、いける。あーあーあ、フェアウェイです。フェアウェイ。ほんま？余裕。でもこの飛ばないドロップダメよ。そう。あ、無視。無視。無視とかだったよ。恵みの雨。恵みの雨だってこれが。急な雨、うん、こんな降る予定じゃないですよ、ね、じゃないよ。しかもこの時間にさ、もう少し降るとしても後っぽかったよね。ちなみに一回流れちゃったからね、もうちょっと前にやろうとしたのね。雨でこの日なんてさ、もう何ミリ、すごい超やばかった。豪雨の日だったよね。マジでめっちゃ右向いてるし、あー今ねー力入ったね、やばくない？でも今まあまあ右向いてました。やっぱり、うん、なんか今日すごい右向いてるかも。あれはめっちゃドロー打つのかなと思って。いやそんなことない、ただちょっと飛ばしたかった、フライヤーさせたかった気持ちはあったんだけど、あ私これぐらいなんだ。あんなダフると思わなかった。ってかめっちゃピンチじゃない？チャンス、チャンス来た来た。
ピンチはチャンスかな、あの場合も使えるかなっていうぐらいやばめ。でもゴルフの場合ピンチはチャンスじゃないですよね、全然。確かにな、ピンチはピンチだし、みたいな。間違いない。だってさ、林の中入ってさ、何がチャンスなんていう、もはやピンチだし、チャンスがピンチになった。すごい、あそこか。うわー、これはうん、もうしょうがない。楽しそうだよ、なんかこんな出たら。あれを入れるしかない。雨やばい。バイザーやばい。キャップにしなきゃ。ナイスパー。ありがとうございます。弱かったな、悔しい。はい、前半戦が終わりました。翔ちゃんが2オーバー、あ、2だだよね。2オーバー、私がイーブンっていうことでなんですけど、どうでした、振り返って。ちょっと流れが悪かったなって感じ。そうね、そんなに自分は分かる。確かに、しかもさ、前半なんならさ、バーディーパット外しのこういい流れだったのがっていう感じだよね。私は悪くない。これが大事、これ大事です。私はむしろ逆で悪かったのに、なんかこうパターが結構さ、いいのが入ったりとかして流れが良くなって、うん、そこでポンってバーディーが来て、まあ悪い時に一番合ってほしいタイプのプレーだったかなっていう。一番いいやつ、ね、だよね。これがもうどっちかじゃない、このままパタパタって。後半は巻き上げやれそうなんで頑張ります。頑張ります。追いつくぞ。